ロサンゼルス・ドジャース。ロサンゼルス・ドジャース。略称、ラットは、メジャーリーグ・ベースボール、以下、MLB ・ナショナル・リーグに地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、カリフォルニア州ロサンゼルスにある、ドジャース・スタジアム。1884年に創設以来、ニューヨーク・ブルックリンクを本拠地としていたが、1958年に、現在のロサンゼルスに、本拠地を移した。 同じ年にニューヨークジャイアンツも西海岸のサンフランシスコ本拠地を移している。1947年にアフリカ系アメリカ人として初のメジャーリーガーチャッキー・ロビンソンがデビューした球団として知られ、1995年にノム・ヒデオがメジャーリーガーとしてデビューした球団としても知られている。また、戦後1956年に 日本を訪ねて、日米親善試合を行って以来、メジャーリーグ球団の中でも早くから日本との関係が深いことでも有名で、ON 時代の読売ジャイアンツが、ドジャースのキャンプ地ベロビーチを訪ねている。リーグ優勝23回は、ジャイアンツと並んで、ナショナルリーグ1位、MLB 全体では、ニューヨークヤンキースが1位、ワールドシリーズ優勝は6回を数える。 ワールドシリーズ初優勝を遂げる1955年までに10回のリーグ優勝をしているが、ワールドシリーズではことごとく敗れ続けた。特に当時本拠地を同じとしていたヤンキースとの対戦が多く、1955年に6回目の挑戦で初めてヤンキースを破っている。ロサンゼルス移転後のワールドシリーズ優勝は、ロビンソンが活躍した1950年代、ロサンゼルスに 本拠地を移した後サンディ・コーファクス、ドン・サットン・ラメ投手が在籍した1960年代、ウォルター・オルストンの後を継ぎ、20年にわたって監督を務めたトミー・ラ・ソーダの下、1980年代に各2回ずつ成し遂げている。2009年に m l b 3球団目となる通算1万勝に到達した。2012年シーズン終了時点で、 優勝決定プレイオフ進出回数が30、球団の中で最多である。ナショナルリーグが同率1位の際に2000選手制のプレイオフを実施していた時代、ドジャースは実施された4回すべてに出場しており、ワンゲームプレイオフ以降後も合わせると、計5回出場している。サンフランシスコジャイアンツとは、前身のニューヨーク時代からの宿敵として、 現在に至るまで激しい優勝争いを繰り広げている。通算の対戦成績ではほぼ5分だが、ワールドシリーズ制覇に関しては、1958年に同時に西海岸に移転して以降、ドジャースが1988年までに5回優勝に、対してジャイアンツは2010年代に入ってから3回優勝している。 1989年以降はジャイアンツがコドワールドシリーズ進出を果たしている一方で、ドジャースは1988年の優勝を最後に、2017年までワールドシリーズへの進出はなかった。両チームの対戦は、ニューヨークヤンキース対ボストンレッドソックス及び、セントルイスカージナルス対シカゴカブスなどと、ブレムエルビークッシュの人気カードである。現在本拠地とする、 ドジャース・タジアム周辺がユダヤ系アメリカ人の多い土地柄でユダヤ系アメリカ人選手を好んで獲得する傾向がある。他にも他人種、他地域からの選手の発掘、西海岸への本拠地の移転など、他球団に先駆けた改革を行い、大きな成功を収めた。これらは長年オーナーを務めたウォルター・オマリー、ピーター・オマリーらオマリー一族の影響が大きく、ドジャースは 働きやすい、全米企業ベスト100に何度も名を連ねるなど、球団経営の質を高めた、その後、フォックスグループに売却。伝統的に、名投資を多く用してきており、初代サイヤング賞受賞者であるドン・ニューカム、1956年以来、2014年に至るまで、最多の延べ12回、8人受賞者を出している。ドジャースのスカウト、教育係を、 長年勤めたあるキャンパニスが、チームで採用されている、当時最先端の作戦や、練習方法などを一般に公表した、著書、ドジャースの先鋒は、スモールボール、スモールベースボールの礎となり、日本プロ野球にも大きな影響を与えた。2011年4月、当時 MLB コミッショナーであったバドセリグは、経営状態悪化の懸念から球団を監視下に置いた。 ドジャースの管理責任者に、ジョン・トーマス・シーファー、前中日大使を専任しが、当時オーナーのフランク・マッコートは、送り込まれた。誰かがドジャースを奪うことは明らかに間違っていると、ことを唱えている。翌2012年3月、投資グループのクッケンハイム・ベースボール・マネジメントへの売却が発表された。売収額は20億ドルで、同投資グループには、 元 NBA 選手のマジック・ジョンソンも名を連ねてる。2013年、タイムワーナーケーブル、TWC 社と、向こう25年間で総額70億から80億ドルの、放映権契約を結んだ。ドジャースはを立ち上げ、そこが TWC と契約を結ぶ。ブルックリンは、 プロ球団が登場する以前の1850年代から、いくつかの有名な野球クラブがしのぎを削っていた。1860年代には、周囲が塀で囲まれ、入場料の取れる野球場が開かれるなど、野球がプロ化する環境が早くから整っていた。当時強さを誇ったクラブのいくつかは1870年代にプロ球団化したが、優秀な選手が激しい引き抜きにあって弱体化し、 ナショナルリーグの発足前に破綻してしまった。現在のドジャースにつながる球団は1883年に創設された。当時ニューヨークの不動産業者だったチャーリー・バーン、ニューヨークヘラルド氏の編集者ジョン・ジェイ・テイラーとジョセフ・ドイルの議定、ロードアイランドのカジノの経営者ファーディナンド・エイベルラが投資グループを組み、ブルックリン地区、当時はブルックリン氏を本拠地とする。 プロ野球の球団の設立と新球場ワシントンパークの建設を進めた。一年のマイナーリーグ活動の後、翌年のチームはアメリカガソシエーションに加盟した。当初から工業的にも成功したチームは個々に選手を集めるだけでなく、破綻した他球団を買収しながらチームを強化していった。1888年には破綻したニューヨーク、メトロポリタンズを吸収し、 セントルイス・ブラウンズ、現、セントルイス・カージナルズの主力投げだったボブ・カラザーズを獲得、チームの生え抜きで2度のノーヒットノーランを記録した、アドニス・テリーとの2枚看板で、1889年にリーグ優勝を成し遂げた。翌1890年には、プレイヤーズリーグ創設の混乱の中で、ナショナルリーグに倶えし、ナショナルリーグ優勝を果たしただけでなく、破綻した。 プレイヤーズリーグのブルックリン・ワンダーズを収むリーグの創始者だったジョン・ウォードを監督に招き入れている。チームが次にリーグ優勝を果たすのはとのことだが、この時は当時ナショナルリーグの上昇チームだったボルチモア・オリオールズ、ゲンソン球団とは別のオーナーだったハリー・フォンデルホストがブルックリンの経営に参画してオリオールズと球団経営を掛け持ちし、 監督のネット反論をはじめ、ジョー・ケリーや、ウィリー・キーラー、ジェイ・ヒューズといったオリオールズの主力選手たちを、ごっそりブルックリンに移したことで成し遂げられたものである。20世紀に入ってからは、成績が低迷し、チームは1904年から11年連続で、負け越しを続けた。1913年に、本拠地をワシントン・パークからエベッツ・フィールドへ移し、1914年に、 チーム名もロビンズに変え、アンクルロビーことウィルバーとロビンソンが監督に就任したことで、ようやくチームは再建された。ロビンソンは前日のボルチモア・オリオールズの出身者で、正規の代わり目にチームをリーグ優勝に導いたネット反論の相手師とでも呼ぶべき人物だった。チームはロビンソンの下で1916年と1920年にリーグ優勝を果たす。 当時活躍した選手としては、電動入りしたガイア種のザック・ウィーと、1913年と1914年に首位打者となったジェイク・ドーバと、投手では1916年に25勝を挙げたジェフ・フェファー、電動入り投手となったルーブ・マーカード、バーリー・グライムスらの名前が挙げられる。1920年には初めて1試合あたりの観客動員が1万人を超えた。 しかし良い時期は長く続かず、1920年代には、再び成績が低迷する。経営人のチャーリー・エベッツとエド・マッキーバーが1925年に、相次いで亡くなり、ロビンソンが経営に参画して、試合に集中できなくなったことも一因だった。この頃のチームは、ダフィネス・ボーイズ、愚か者たちと愛情も込めて呼ばれていて、外野手、ベイブ・ハーマンは、 この頃の低迷するチームの代表的な選手と言えるだろう。また、ロビンソンの育て上げた選手の一人ダジーバンスは、1920年代に7年連続のリーグ脱三振王となり、後年野球殿堂入りを果たしている。次のリーグ優勝は、第二次世界大戦下の1941年、レオドローチャーの監督就任を待たねばならなかった。1938年から、 球団経営に加わったラリー・マクフェイルのチーム作りが3年越しで成果を挙たものだった。他方で、マクフェイルは、ブルックリンの試合のメディアでの中継放送を積極的に進め、1939年8月26日のドジャース対レッツ戦が MLB 史上初のテレビ中継された試合となった。またドジャースは、1941年に他球団に先駆けて、 バッティング用ヘルメットを導入している。マクフェイルは1942年に徴兵され、球団経営の実験は、マクフェイルの友人だったブランチ・リッキーに移っていたが、リッキーは戦争終結後、それまで誰も手を出そうとしなかった、アフリカ系アリカ人選手の獲得によるチームの強化へ向けて動き始めていた。後日のロビンソン獲得の前から、自身の参加にマイナーリーグを組織し、有望な アフリカ系アメリカ人選手を入団させその力量を見めていた。そして1947年にスカウトのジョージシスラーが推薦したジャッキー・ロビンソンとメジャー契約を結び、その後に続く黒人選手の道を開いた。ロビンソンはこの年に制定された新人王を受賞し、彼の活躍によって打球団も次々と黒人選手を採用して、 MLB の人種差別はなくなった。このリッキーの黒人選手の抜擢によるチーム強化策でロビンソン登場以降チームは躍進し、1947年から1956年の10年間でリーグ優勝6度、2位が3度という上昇チームに生まれ変わる。当主ではドン・ニューカムやプリーチャー、ロー、保守はロイ・キャンパネラ、ナイアはジャッキー・ロビンソンに類種、P、 ウィーリース有劇種、ギルホッチス一類種、ガイアはデュークスナイダー中堅種らが中心となった。しかしワールドシリーズにおいては、アメリカンリーグのニューヨークヤンキースが、名称ケイシー・ステンゲル監督、かつてはドジャースの選手で、その後監督も務めたの下で、ジョーディ・マジオ野手、後継のミッキー・マントル、ヨギ・ベラホ手、シュ、ホワイティ・フォード投手らを用して、 ワールドシリーズ5連覇など上昇軍団の時代で、1941年以降5度の敗退を繰り返し、ファンの間では、ウェイト、ティルネクストイヤー、次の年こそという言葉が暗黙のスローガンになっていたほどだった。ドジャースの監督契約は伝統的に1年だったが、チャック・ドレッセンは複数年契約を申し入れたためウォルター・オマリーに解任され、ウォルター・オルストンが就任。 ドジャースの監督が務まるのかという声もあったが、チームは1955年のワールドシリーズで、ヤンキースへの6度目挑戦で悲願のワールドチャンピオンとなる。優勝決定後のニューヨーク・デイリー・ニューズ氏の見出しは、前日のスローガンに当てて、This is Next Year 次の年がついに来たであった。翌1956年のワールドシリーズも、ヤンキースとの対戦となったが、第5戦で、 ドンラー戦に完全試合で敗れ、最終第7戦でも敗れて、シリーズ連覇はならなかった。1950年代に、ブルックリン地区では、黒人とプエルトリコ系の住民が増え、白人の富裕層の流出が進み、治安が悪化していった。球場は街中にあるため、階層や駐車場の増設が思うようにできず、 観客動員も1947年の180万7526人をピークにその後は100万人前後で推移した。球団はブルックリン地区内に新球場を建設することを希望していたが、ニューヨーク市側はフラッシングメドーズへの移転を進め、その土地には最終的にはメッツの本拠地、シェイスタジアムが建設された球団が ブルック人で新たな土地を取得することをめなかった。このため球団は1957年5月、ナリーグのオーナー会議で移転の了承を得て、1958年に西海岸のロサンゼルスへ移転した。ちなみに、同じニューヨーク、マンハッタンに本拠を構えていたジャイアンツが、ドジャースと同時にサンフランシスコへ移転している。移転当初は、 ドジャースタジアムが完成するまでの間、ロサンゼルスメモリアルコロシアムを本拠地とした。スタジアムはその卵型の形状ゆえ野球場に適さず、本類から左翼席までの距離も250フィート、約76.2メートルしか取れなかった。このため、レフト方向に高さ40フィート、約12.2メートルにもなるスクリーン、ネットを立てて、本類だの量産を防ごうとしてた。 このような悪い環境にもかかわらず、ドジャースは多くの観客を動員した。こんな極端な球場の形にうまく適応した選手の一人が、ドジャースの外野手だった、ウォーリー・ムーンであろう。彼は1959年シーズンにリーグ最多の三塁打を記録したが、その多くはこのスタジアムで、レフト方向にフラフラと上がった打球で、それが、左翼の高いスクリーン。 ネットに当たって三塁打になったのだった。ファンの間ではこのムーンの三塁打が彼の名前に引っ掛けてムーンショットガッツロケット発射の意と呼ばれていた。ドジャースは移転2年目の1959年にリーグを制覇し、1959年のワールドシリーズをゴーゴーソックスと呼ばれたシカゴホワイトソックスとこのスタジアムで戦い優勝した。シリーズの第5戦では、 MLB 最多記録となる92,706人の観客を動員している。またこの年1959年シーズン途中の5月7日に行われたヤンキースとのエキシビジョンゲーム非公式試合で前年の交通事故で半身不随となり引退を余儀なくされたロイ・キャンパネラ保守の引退セレモニーが行われた時には93,103人もの観客が来場した。 ドジャースタジアムは1962年に完成して1978年には MLB 史上初めて年間観客動員300万人を達成している。メジャーリーグで最も美しい球場と言われている。ドジャースタジアム完成の頃、ドジャースは長打力がないためウォルター・オルストン監督の下で投手力、守備力、機動力を重視したチームを作り上げていた。攻撃力は 今一つだったが、チームの中心には、サンディ・コーファックスとドン・ドライス・デールの絶対的な、当主の2枚看板がいた。コーファックスは1960年代に、サイ・ヤング賞を3度獲得し、ドライス・デールも1962年のサイ・ヤング賞を、はじめオールスターゲームに8度出場。1968年には、当時の MLB 記録となる58回に、 三位任務失点記録を自立するなど輝かしい実績を残している。当時のドジャースは足の速いモーリー・ウィリスが出塁して盗塁、内野ゴロと犠牲フライで彼を迎え入れた後はコーファックスかドライスデールが相手を完封して1から0で勝利という勝ちパターンがまことしやかに語られていたほどだった。特にコーファックスは1963年の ワールドシリーズでヤンキースを相手に1試合15奪三振を記録するなど、1960年代のドジャースのワールドシリーズ制覇に幾度も貢献したが、左ヒーちの故障を理由に1966年に30歳の若さでユニフォームを脱いだ。オルストンは1976年まで通算23年間ドジャースを率い、通算7度のリーグ制覇をドジャースにもたらした。 1977年に、トミーラ・ソーダが監督に就任し、以後1996年途中まで指揮を取った。1981年に、メキシコ人のフェルナンド・バレンズベラがデビュー。フェルナンド・マニアを生み出し、新人投手としては、初のサイ・ヤング賞を獲得、同年のワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。二は、ブルドックこと、オーレル・ハーシュ・ハイザーが十九イニング連続。 無失点の記録を達成する。リーグ優勝し、ワールドシリーズに進んだドジャースには、もう一つ大きなドラマが待っていた。この年 FA で獲得した主砲カーク・ギブソンは、リーグチャンピオンシップで足を怪我し、ワールドシリーズへの出場は絶望と思われていた。しかし1988年のワールドシリーズ第一戦、1点リード、された9回裏に、 出場できないはずのギブソンが足を引きずりながら、代打で登場する。ギブソンは、アスレチックスの守護神、デニス・エカーズリーから7球目を、ライトスタンドに放り込み、この劇的なサヨナラ勝ちで勢いづいたドジャースが、NBC のボブ・コスタスから、これほどの頻打戦が、シリーズに出てきたのは見たことがないと言われるなど、ゲバ票を覆し、このシリーズを4勝1敗で制した。2は、 ボクサンヒロシが韓国人として初のメジャーデビューを果たし、2、ノモヒデオ投手と契約。ノモセンプルを巻き起こし、日本人のメジャー進出の宣弁をつけた。からまで、エリック・キャロス、マイク・ピアッツァ、ラウル・モンデ・シー、ノモ・ヒデオ、トッたホランズワースと5年連続で新人王を輩出した。2は、日本出身のノモを含め、ドミニカ共和国出身のラモン・マルティネス。 ペドロアスタ氏を韓国出身のボックさん、ヒロシ、メキシコ出身のイスマイル・バルデスと先発ローテーションからアメリカ人が得た。ラソーダは1996年シーズン途中で辞任し、翌1997年にはオマリー会長が球団をフォックスグループへ売却した。にはピアザやノモを放出し、開幕前には FA となっていたケビン・ブラウンと 市場高額となる1億ドル500万ドルの大型契約を結び、デイブ・ジョンソンが監督に就任したが、77勝85敗と負け越した。は、ワイルドカードでポストシーズンに進出し、は、開幕前にジェイソン・シュビットやフアン・ピエールの獲得など的確な補強や、若手選手が多く地区優勝候補筆頭だった。7月までは地区優勝を争っていたが、 8月に6連敗と4連敗、9月に7連敗を騎士地区4位に終わった。チーム本塁打数が前年と同じリーグ15位だったが、153本から129本へ減少し、この長打力不足が得点力不足となり、後半の失速となった。2007年11月1日に上通りが3年契約で監督に就任は、前半戦は、 ノマーガルシアパーラ、ラファエル・ファーカルの故障や、アンドリュー・ジョーンズの不審などで、アリゾナ・ダイヤモンバックスに次ぐ、地区2位だったが、7月31日にトレードで、マニー・ラミレスを獲得。ラミレスは遺跡後53試合で打率。396、17本塁打、53打点を記録。打線の中心的役割を担い、若手に好影響を与え、補強は大成功。 4年ぶりに地区優勝を果たしたが、リーグチャンピオンシップシリーズでフィラデルフィアフィリーズに敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。2009年5月6日に大ワシントンナショナルズ戦に13で解消し、シーズン開幕からのホーム戦連勝を13に伸ばし、近代 MLB の新記録を樹立した。この試合までドジャースは1911年に、 デトロイトタイガースが記録した12連勝に並んでいた。しかし翌日のタイナショナルズ戦で敗北し、開幕からのホーム試合の連勝は近代 MLB 新記録の13で止まった。この年も地区優勝したもののリーグチャンピオンシップシリーズで前年同様フィリーズに1勝4敗で敗れ、1988年以来となるワールドシリーズ進出を逃した。 2010年3月13日14日、スプリングトレーニング期間中を利用し、台湾プロ野球のファン投票で選ばれた選手らと2日間試合を行った。オフに新監督として、ドン・マッティングリーが就任した。2MVP 級の活躍をしたマット・ケンプと、オフに球団史上最高額となる8年1億6千万ドルで契約を延長した。戦術の通り2012年3月に、 オーナーがグッケンハイムグループに変わったことで、選手補強に莫大な資金を充てられるようになった。それまでのチーム総年俸が最高で1億1000万ドル、程度、全39弾中5位前後だったものが、2013年に2億1000万ドル、ニューヨークヤンキースに次ぐ2位まで上がり、その後も2億ドルを下回ることはなく、2014年以降は、全39弾中1位の総年俸を維持している。 のシーズン中に、キューバから亡命したヤシエル・プイグを獲得し、打球団からジョシュ・ベケット、エイドリアン・ゴンザレス、カール・クロフォード、ハンディ・ラミレスなどをトレードで獲得した。トレードで獲得した彼らは、将来にわたって高額な契約を残しており、資金力によって戦力補強を行った。オフには、投手として、史上2番目の大型契約でザック、クレインキーを獲得し、 韓国プロ野球からポスティングシステムを申請したリューケンブリに入札し獲得した。は、前年からの補強紙を結び、4年ぶりに地区優勝を果たした。また、クレイトンカー賞が2年ぶりにサイヤング賞を受賞し、クレインキー、リューケンブリも期待通りの活躍、前年の後半からクローザーに定着したケンリー・ジャンセンが防御率1点台で28セーブを挙げた。 これら戦力充実も影響し、観客動員数がリーグ1位に返り咲いた。オフにはキューバから亡命したアレックス・ゲレーロとエリスベル、アルエバルエナを獲得した。先発ローテーションの強化でダン・ヘイレーを獲得し、リリーフにポール・マホーム、ジェイミー・ライト、クリス・ペレスを獲得した。また、大活躍を続けている。 カーショーと投手史上最高額となる7年2億1500万ドルで契約を延長した。は、MLB 史上初となるオーストラリアでの公式戦が開幕に連戦として3月22日と23日にシドニークリケットグラウンドで開催された。この2試合にはカーショーとリュウ・ケンブリが先発登板しに連勝した。北米本土開幕戦でも打球団に先駆けて、 敵地ペトコパークでサンディエゴパドレスと対戦し、この試合でもリュウ・ケンブリーが先発登板したが敗れた。この年はカーショーが2年連続3度目のサイヤング賞を受賞し、2類種のディー・ゴードンがトールを獲得したり、3類種のジャスティン・ターナーがブレークするなど新戦力が台頭した。2年連続で地区優勝を果たしたものの、 ディビジョンシリーズでエースに君臨したカーショーが一人で2敗を喫し、シリーズ敗退となった。オフに、ブレッド・アンダーソン、ブランドン・マッカーシーなどの投手を獲得し、ハウィー・ケンドリック、ジミー・ロリンズ、ヤズマニ・グランダルをトレードで獲得して、野手を的確に補強した。補強した選手の活躍と中堅守のジョク・ピーダーソンが、ブレイクなどがあり、3年連続で地区優勝を果たした。 前年、前々年とワールドシリーズに進出することなく、敗退していた、ポストシーズンに備えて、8月には、経験豊富なチェイスアートリーを獲得したり、9月に、デビューしたばかりで好調を維持していたコーリー・シーガーを、ロースターに登録するなどの手を打ったが、前年に続き、ディビジョンシリーズで敗退した。オフには、スコット・カズミアー、前田健太などを獲得したが、 それまで3年間大活躍を続けていたグレインキーが契約条項の選択により対談した。新監督としてデーブ・ロバーツが就任した。MLB 史上53年ぶりとなる開幕3試合連続で無失点勝利を記録した。一時はジャイアンツに最大8ゲーム差をつけられていたもののジャイアンツの失速により逆転で4年連続の地区優勝を果たした。プレーオフは リーグチャンピオンシップシリーズで敗退した。は、メジャー1年目のコディベ・リンジャーが大ブレイクし、前半戦で25本塁打を記録し、新人でオールスターに選出された。7月末のフラッグディールではレンジャーズからダルビッシュ、U を、8月にはメッツからカーティス・グランダーソンをトレードで補強した。チームは6月21日以降、畜生を譲らず、9月22日の ジャイアンツ戦に勝利し、5年連続の地区優勝を果たした。この試合で、ベイリンジャーがな、リーグの新人記録を更新する39号本塁打を記録した。そして、ポストシーズンでも、地区シリーズでアリゾナダイヤモンドバックススウィープで一周すると、前年に続きシカゴカブスとの対決となった、リーグ優勝決定シリーズも4勝1敗で制し、29年ぶり22回目の、 リーグ優勝、ワールドシリーズへの進出を成し遂げたが、地区シリーズ第3戦で、コーリー・シーガーが欠場してしまい、ワールドシリーズでは、ヒューストン・アストロズと対戦し、ダルビッシュが、レギュラーシーズンで使うボールとワールドシリーズで使うボール、の違いに適応できずに2試合続けて2回持たずに4、失点以上を喫しノックアウトされると、ベリンジャーが、ワールドシリーズ史上最多の17三振を喫する、 東洋書でチグハグサを見せ3勝4敗で敗退取った。2018年7月18日に MLB オールスターゲーム2018に出場したオリオールズのマニーマチャドを獲得。10月1日の地区優勝決定戦でロッキーズ戦に勝利し、6年連続の西地区優勝を果たした。ポストシーズンでは地区シリーズでアトランタブレーブスに三勝一敗で制し、 ミルウォーキーブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでは、ベリンジャーのサヨラダなどの劇的勝利もあり、第7戦までもつれる接戦を制し4勝3敗で2年連続23回目のリーグ優勝を果たし、ワールドシリーズ出場を決めた。ドジャースがワールドシリーズに進出するのは20回目。優勝決定シリーズの MVP には、コディ・ベリンジャーが選ばれた。ワールドシリーズでは九百十六年に、 ドジャースの前身であるブルックリン・ビンスが対戦して、以来のボストン・レッドソックスとの実に102年ぶりの対戦となった。ドジャースとなってからは、史上初対戦。レッドソックスのアレックス・コーラ監督とドジャースのデーブ・バーツ監督はいずれも現役時代にこの両チームに所属しており、両監督が両チームでプレー経験のある球団同士のワールドシリーズ対戦も史上初となった。 第一戦、第二戦と連敗を喫し、ホームへ移動した第三戦では、ワールドシリーズ史上最長となる延長18回、7時間20分の激闘の末、マックス・マンシーのサヨナラホームランで、ドジャースが3から2で勝ちした。ワールドシリーズでドジャースがサヨナラホームランを放ったのは、1988年に、カーク・ギブソンが足を引きずりながら、ベース一周した。 伝説アーチ以来30年ぶりだった。また、この試合先発のウォーカー・ビューラーが、最速100メートル PH、約時速161キロメートルをマークするなど、無支球の7イニングにアンダム失点、7奪三振と活躍。ワールドシリーズ先発で許した、走者2人以下、7奪三振以上は、62年ぶり2人目の、快挙だった。しかし、 第4戦では4点差を返され6から9と逆転負けを喫し、王手をかけられ、後がなくなった第5戦では、AS のカーショーが3本の本塁打を浴びて7回7、安打4失点。打線も3安打1得点、4回以降は無安打とレッドソックス投手陣に抑え込まれ、1から5で敗戦。今季は、瀬戸際の戦いを乗り越えてきたが、 最後はその粘りを発揮できず、一勝4敗で昨年に、続いて2年連続のワールドシリーズ敗退となった。チーム名の由来は、ニューヨークのブルックリン地区に本拠地を置いていた時代に、路面電車が極めて多かった、ブルックリンの住人の呼び名、路面電車を避ける、ダッチ人たちを表す、トローリー・ドジャースから名付けられたと言われている。なお、 地元 LA のツーナファンは、日常や大声で応援するときなど、親しみを込めて、チームを、ダーヤーズ、ダイヤーズ、ドーユス、と呼ぶ。歴代監督は、ロサンゼルスドジャースの歴代監督一覧を参照。ドジャースには、永久欠番の制定に関する基準が存在する。例外として、コーチ在籍中に制御したジム・ギリアムの19番が、存在する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。